がったりは。優しい。今回の曲は行列のできる細切りそばじょう。それでは本田さん自己紹介お願いします。はい、レジスタンス本店の一ノ瀬海です。レジスタンス本店の瀬中ロロスです。レジスタンス本店の一ノ瀬香織です。レジスタンス本店の天音翔です。それではティーちゃんよろしくお願いします。ティーちゃんの悩み教えてください。すごいですね。すごいですね。ってことは言い訳をして周りの子からもお金を借りてる状態ってことですか。ちなみにいくら貸したんですか。約20万。めっちゃでかいです。20万。いくつなんですか今。今24です。24で20万貸すのがすごい。まあ、昼食しかしてないんですかその。そうです。じゃあ20万ってどうですよ。大体は働いてないんですかそれは。病気なの。それはもう嘘って確定はしてるんですか。嘘って確定はしてます。お金返してっていう連絡もしてて、最初はお金返ってきてたんですけど、電話で言ってられて、連絡も全然返ってこないし、電話も全然出ないみたいな状況。めっちゃバックれてますね。その子の家は知ってるの。家も知ってて、行ってみたらもうそこ住んでなかったんです。ガチすごい計画的犯行かもしれないですか。そもそも教えられた住所が嘘だったのね。大学帰ってた時にそこ住んでて、今もそこ住んでるよみたいな。同じとこで。ちょっと信じちゃうね、それはね。で、行ってみたら、全然普通に違う人が住んでて、その子住んでなかった。行ってるホストとかも分かんないんだ。分かんない。共通の友達を通ってるお店知らない。そのお金貸した友達 その実家とかそのお父さんお母さんの連絡先とかも知らない。お母さんの連絡先を知ってて、友達が。で、そしたら、連絡先教えてくれたんですよ。そしたら、お母さんは全然元気で。じゃお母さんに言ってないの？なんか娘さんにお金貸したんですけど、みたいな。母さん、つらいな。家に、すごい手紙とか電話とか来て、今日大学に困っていたら、もうその子のことは、もうみんな関与しないようにしてるかな。もうじゃあ感動されてるんだ。探したいね、それは俺らも。着用書とか書いてもらってる。着用書も書いてもらってない。 LINE の文面。回収するとめちゃくちゃむずそうですね。何もなかったら1円も返ってきてない。全然全く試しに1000円だけ返してくんないみたいな。超少額から言ってみれば。なんかその前銀行の口座を教えてって言われて、教えてあとネットから振り込むから、ネットにスクショ送られてきて、あ、じゃあ振り込まれたんだと思って3日ぐらい待って、そしたら全然振り込まれなくて、相手はなんて言われて出てきた。休み明けには入ると思うみたいな。
だからちょっと遅いのかもしれないみたいな。コールダウンに入ってなければ予約だったら行かないって聞いて、この前騙されたもん、そう言ったよ。だから俺もそれやられたもん。俺もやられたことある。高い授業料払ったと思って次に行かすか。20万は諦めろと。ブロックされたわけではない。ブロックはされてないし、ね、連絡取ってこないのにインスタのストーリーとか見てくるんですよ。それはつついたことは？全然あります。あ、じゃあつついてるのなんで LINE 返してくれないのみたいな。全然いるんですけど、それにも返信来ないみたいな。友達と連絡が取れる友達に回っての連絡とかってできないのかな。だからそれをしたら、その共通の友達もお金を貸していて、私と同じことされてる。なるほど。じゃあもうその子に直接会えるような、その被害者側に協力してる子もいない。いない。じゃあ呼び出せないんだ。あ、そうだね。めちゃくちゃいい子なんやろうけど、疑ったりは。優しい子、ね、え、ティーちゃん自体はホストには全く聞いたことないです。もう本当に関係ない友達に迷惑かけるかもしれんけど、相談してその子と会う約束つけれないってやるしか、多分その子と会う可能性っていうのはゼロに近いんじゃない。それしかないですよ。ツイッターとかインスタとか調べらんないんですか。前インスタとかなんかで男の写真ポストに行ってる実際もう家計を返すために借りてると思うから、一生金ないと思うから向こうは、まあ、ほぼ諦めよね。めちゃくちゃ本当に入念に考えてホスト調べて人見つけて入金日調べて入金日のその前店の前で今あるよね。が一番多分回収はできるけど、うん、そのホスト見つけるところでホストの人が多分自分の売り上げの方が大事、家計の方が大事だから、絶対そんな話しても俺知らないからって言われて、証拠ないしって言われて私逃げられると思う。しかもホスト事情何も知らないからこそ、向こうに何か言われても言い返せなかったりはあると思うから。入金日とはやっぱあの女の子がその日にお金を持ってない場合に、けど高額したいとか、お金売りかけ、そう、かけ売りかけっていう付け払いを何日までに入金してくださいっていう決められた日が入金日って、入金しないといけない日、略して入金日です。今お仕事は何されてるの。おー、医療事務ちゃんと知るよ。医療事務っていくらもらえるんですか。30万弱。結構もらえる。すごい。今は一人暮らしなんですか。今は一人暮らし。じゃあ家賃も払ってて考えたら20万めちゃくちゃでかいっすよ。貯金カードしたんですか。きつちょっと犠牲にしたので自分のことを。はい、ということでそろそろお時間なので、じゃあ最後にみんなから一言ずつ、じゃあアドバイスを。そうですね、もう T さんがもうとても多分いい子なんで難しいかもしれないんですけど、もう自分だけを信じるぐらいの気持ちで、もうあまり考えないように、マイナスのことを考えるぐらいだったら、まあ、プラスに考えて頑張ってほしいなと思います。じゃあ勉強代だったってことですね。そうですね、もう仕方ないかな。まあ、自分も結構貸すこと多いんですけど、飛ばれることも多いし、ただ飛ばれてもいいよね、額せめて貸すとしたら。まあもう貸したくないと思いますけど、まあ、なるべく貸さないようにしてください。僕も多分人にお金貸す時って、まあ、最後もあげてもいいやって思う、さっきも言ったんですけど、額と、まあ、その人に裏切られてもいいやっていう人にしか貸さなくて、だから今回のはちょっと高いけど、まあ、いい勉強代だなと思って次にないようにした方がいいかなと。はい。
まずお金の相談されたらまず最初にホストに行ってるかどうかを確認して、そこから確かに確かにそこからそこから始めるのが一番いいのかもしれないです。でホストに多分行ってないの言い方で結構わかると思うんで、本当に本当かどうか嘘をついてるのかどうかっていうのを、あとはもう最初にじゃあ親に電話かけて安否確認、そこからした上でお金貸すのが一番いいかもしれないです。現地取って、まあ、それでもやっぱ貸すってことは、まあ、みんな言ってると思うんですけど、まあ、帰ってこなくてもいい額いいかもしれないっていう気持ちでお金貸すのが一番いいかもしれないです。はい、どうですかティーちゃん。いいですね。はい、ということで今回もありがとうございました。はい、じゃあみんなお疲れ様。どう？すぐに信用ない。すごくない？自分の姫にはいてほしくないな。そういう子は。ちなみに収入いくらとかあるの？250万。250万。半年で。半年なんです。積み重ねて。つらいわ。しかも初めて1年ぐらいの時。うわっ、つらっ。怖すぎる。それはきつかったわ。これ見てるとんでも返してください。はい、ということでぜひレジスタンスに遊びに来てね。それじゃあまた見てね。バイバーイ。